横山信也と申しますフードダイバーシティ株式会社の共同創業者でハラールベジタリアンビーガンそれからアレルギーといった食のルールを持った人たちに食の情報をお伝えしていますフードダイバーシティという会社はですねもともとはハラルメディアジャパンという会社で始めましたその時はまあ私はシンガポールにいたんですけれどもあのそのハラール とというところが日本でで関心が高くなっってきたた頃だったんですねで日本に行きたいと思っているあるいは行きだした ASEAN の人たちが非常にこう増えていったのが2013年14年頃だったのでそこのところにこう可能性を感じてまず日本の情報を彼らが楽しめるレストランやっぱハラルというと食のルールがありますのでそういったレストランをですね 英語で彼らにお届けするというところから、まず授業を始めました。で、そうこうしているうちに、まずウェブサイトで始めたんですけれども、やはりこう手に持ってマップとしてですね。こう持って歩きたいっていう声をたくさんいただいたんですね。まあ、そこで作ったのがあのマップですね。ただ、あのマップを作るにはやはりその対応しているレストランが必要ですので、我々がそういったお店にですね。まあ、お邪魔をして。 でそれからまあこういうふうにやっていただくと喜んでいただけますよ来ていただけますよというのをお教えをしてですねでそれからこう一件一件一つずつこう開拓をしていって一つずつのエリアで,です、ね、こうまとめていったというのがあのマップの歴史になっています私自身があの、まあ、いろんなプラットフォームを通じて日本にどうぞ来てくださいと。 ラールのお食事ベジタリアンのお食事が提供できる環境になってきましたというところで、まあ、いろんなこう寄稿をしたりですねあるいはそのカンファレンスイベントにですねこうどんどんこう出ていくようになったんですねで、まあ、下手ながらまあその英語でもですねこうお話を皆さんの前でこうするようになるとやはりその親日家が多い地区なので、まあ、皆さんこう喜んでいただくんですね。ででですので1回出たら英語で イスラムののここととあるいはベジタリアン海外を日本について話をするスピーカーが出てきたということで、まあ、非常に重宝していただいていろいろ呼ばれてですねトロフィーなんかこう盾とかですねどんどんこういただけるようになってで今でもそのまあバーチャルコロナですからバーチャルなんですけどもお声がけいただいて日本のことを一生懸命こう PR をしているというような状況にあります食を通じて世界とと交流しようというい本です。 日本の食は世界中でで人気ですしかしながらハラールやベジタリアンビーガンアレルギーといったいわゆる食にルールを持つ人たち、まあ、そういった人たちには親切でで便利だという状況ではありませんつまりそれは日本が世界で広がる多様性ダイバーシティをですね理解していないということが言えると思います。この本ではちょっとした ことを知るだけで、まあそうしたそのダイバーシティにどう対応したらいいのかといったことをご紹介しています。広島に住んでいらっしゃる方が広島焼き食べられないんですよ。豚じゃないですか。で、それをあるお好み焼き屋さんがじゃあどうやったらやったらいいんだということでまあお問い合わせを頂戴して、で我々が現地のムスリムの方と協力させていただいてハラールな環境にして、でそれで。 あらあるな広島焼きを食べていただけるようにしたんですねそうすると皆さんおっしゃるのがやっと地元民になれたともう自分は何年もここの地元に住んでるけども地元料理が食べられなかったんだとそういった例が今たくさんあります世界を知りたいでそれから外国人と交流したいといったような方にまあぜひ読んでいただきたいです言葉はわからなくても 職を囲めば一気に仲良くなりますでそのためにはやはりその相手の方がどんな食のルールを持っているのかどんな思考を持っているのかといったことを知ることが非常に大事です。日本人が海外の人と仲良くなるにはまず日本の武器宝である日本の食からですね交流していただけたらと思いいいますそんなな方にです、ね、手に手取ってたただきたいなと思います。 本書に興味を持ってていいただきまましてありがとうございますこの本は「できることからやってみよう」それは「食からであれば非常に簡単にできる」という内容の本です世界は日本に期待しています日本のものを食べたい日本の人と交流したい非常にたくさんの方がそう思っていらっしゃいます今度は日本の私たちが世界のダイバーシティ特にその食の分野からですね ダイバーシティを理解することで交流することができます食からであれば日本のダイバーシティを始めることができます食が一番簡単な方法ですぜひ読んでみてください